SCP-849-JP は、なんとか県何々市郊外に存在する地下1階、地上4階建ての廃病院です。内部に侵入した人物は、必ず何らかの異常現象や異常存在と遭遇したと報告します。しかし、それらの事象はいずれの場合も錯覚や誤認識による非異常性のものだと判明しています。加えて対象は SCP-849-JP 内に侵入している間、それらの事象を異常な原因によるものと認識しますが、退出すると同時にそれらの事象の原因が非異常性のものだと気づきます。これらのことから SCP-849-JP が内部に存在する人物に対し精神影響を与えている可能性が指摘されています。SCP-849-JP は、ホニャララ病院として1900何年に運営が開始されましたが、運営開始から何年後に廃業し、その後は放棄されていました。廃業となった原因については院長、その他複数の職員、及び入院患者が突如として失踪したことが原因と見られています。廃業後、放棄されたホニャララ病院は心霊スポットとして知られていました。当初は侵入者の誤認識によるものと思われていましたが、その頻度の高さから財団が調査を行った結果、戦術の異常性が発覚し、収容されました。なお、廃業以前はそのような報告はなかったため、廃業後にその異常性が発現したと推測されています。探査記録。D クラス職員にライト、カメラ、通信機能と GPS 機能を備えたヘッドセットを装備し、小型のカント計数機とカーデック計数機を携帯させ、SCP-849-JP の内部探査を行いました。再生開始。中に入ったぞ。かなり嫌な感じがする。それに、やけに寒い。体の内側から冷えていくみたいだ。では、そのまま内部をくまなく探索してください。了解。先に進んでみる。ここは食堂だな。なんだかさっきから泣き声みたいなのが聞こえてる。こちらではそのような音は聞こえませんが、風の音か何かを聞き間違えたのではないですか？そうか？風の音には聞こえないけどな。おい、なんだあら。どうしました？あそこだよ、動いてる。カーテンが風になびいているだけでしょ？いや、そこに人っぽいのがいるだろ。そいつがカーテンを動かしてる。見えないのか？いえ、こちらからはそういった存在は確認できません。え？いや、そんなはずは。カーテンは静止している。あ、あれ？さっきまでいたのに。ん？どうしました？今、なんか聞こえなかったか？いいえ、何も。本当に聞こえなかったのか？今誰かの声がしたぞ。それも耳元で。耳元で、ですか？ふむ、音の正体がわかりました。なんだって？今しがた、こちらの研究員が独り言をつぶやいていたので、それをこちらのマイクが拾ったのでしょう。それならば耳元で聞こえた説明もつきます。ヘッドセットから再生されたのですから。そうなのか？そんな感じには聞こえなかったんだが。気のせいでしょう。続けてください。了解。D1 は食堂内を探索し、移動する。手術室だ。ここも見てみる。D1 が手術室の扉を開けた途端、無影灯が落下し、破片が床中に散らばる。おい、やばいんじゃないのか？これ、なんでいきなり電灯が落ちてくるんだよ。おそらく無影灯の支柱が劣化していたのでしょう。どこもおかしくはありません。いやでもタイミング良すぎ、いや、悪すぎないか？ただの偶然でしょう。部屋を調べてください。おっと。D1 が廊下側に倒れ込む。おい。なんか揺れてるぞ、大丈夫かこれ？手術室内の棚が開き、中身が落下する。どうやら付近で地震が発生したようです。震度は3ですね。揺れが収まる。震度3だって？今のがか？立っていられないレベルだったぞ。この数値が機器の故障によるものだったとして、こちらではそのような大きな揺れは感じていません。つまりあなたの気のせいである可能性が高いのです。恐怖のあまり揺れを大げさに感じてしまったのではないのでしょうか？探索を続行してください。でもこんな立て続けに。わかったよ、調べてみる。カメラが床に散乱した物品を映す。危ねえな。怪我をしないよう気をつけてください。変だな。この手術道具、地震の前から床にぶちまけられてたぞ。なんでだ？おそらく以前来た侵入者がばらまいたのでしょう。他に何か変わったことは？いや、特には、いた。どうしました？一定、くそ、足首を切った。アキレス腱のあたりだ。だから気をつけてくださいと言ったでしょう。いやでも、片足ならまだしも両足一遍にだぞ。さすがにおかしくねえか？これだけ刃物が起きている状況で迂闊に動けばそうもなります。他に異常がなければ探索を続けてください。続けるのか、この足で？では床に未使用の包帯が転がっていましたよね。それで応急処置をしてください。帰還後にこちらできちんと手当てしますので。マジかよ。3階に来た。病室が並んでる。一つ一つ見て回らなきゃダメか？そうしてください。D1 は各病室を探索する。D1 が洗面所の前で立ち止まる。数秒間鏡を見つめた後、そばにあった椅子で鏡を叩き割る。どうしたのですか？見えなかったのか？何がですか？とぼけんのもいい加減にしろよ。本当は全部見えてんだろ？入院着やら白衣やら来た連中が俺にびっちりまとわりついてたろうが。落ち着いてください。侵入時からあなたが装備するすべての計測機器は正常な値を示し続けています。何も問題ありません。じゃあ、全部俺の気のせいだってのか？ええ、
おそらくは。俺はこの目で見たってのによ。D1 は病室内を探索し、ベッドの下を覗き込む。なんだこりゃ。ベッドの下に血のりがついた包帯が転がってる。その血痕の劣化具合を見るにおそらく廃炉後のものでしょう。ただ、最近のものではないようですね。たく不衛生だな。他に何もねえし、次行っていいか。ええ、どうぞ。次の部屋へ進んでください。D1 が突如部屋内のものを投げ始める。D1、何をしているのです?どうなってんだ。部屋中のものが飛んできてるぞ。ポルターガイストってやつか?何を言っているのです?自分で投げているのではありませんか?どうしたのです?落ち着いてください。はぁ?俺はさっきからじっとしてるだろうが。D1 がベッドを投げ飛ばす。あ、危ねえ。死ぬかと思った。今ベッドが飛んできたぞ。ええ、今あなたが投げ飛ばしましたからね。何言ってんだ?どうやってこの姿勢からベッド投げるんだよ。そもそも俺一人でベッドなんて投げられると思うか?それはいわゆる火事場のバカ力というものではないでしょうか?著しい恐怖によってアドレナリンやノルアドレナリンが分泌され、筋肉のリミッターが外れたのだと思われます。いずれにせよ今あなたが錯乱状態にあることは間違いないでしょう。落ち着いてください。すべてあなたの気のせいです。いい加減にしてくれ。これが気のせいなわけあるか。D1 が物を投げるのを止める。落ち着きましたか ?D1 がうなずく。探索を続行してもらえますね。了解。D1 が移動する。最後は延長室だ。扉を開け延長室に入る。それと同時に D1 が嘔吐する。吐瀉物には血液が混じっているように見える。大丈夫ですか?大丈夫なわけねえだろ。ここが一番嫌な感じがする。今すぐ出て行きたいよ。では室内を調べてください。ただしにも危険を感じたらすぐに退避するように。了解。棚が開き、中の書籍が床に落ちる。逃げる前に死ぬかもな。D1 が室内を探索する。当時の資料やらがそのまま置いてあるな。へえ、この病院ができる前はススキの原っぱだったんだな。なんだこれ?院長が使用していたと思われる椅子にカメラを向ける。椅子の上には植物らしき物体が置かれている。だいぶ色がくすんでる上にボロボロだが。ススキかこれ?回収してください。了解。D1 が発見された物品を回収する。他に変なものは見つかんなかったし、もう帰っていいか?さっきからずっと肩を掴まれてるような感覚がしてよ。まだ機械が残っています。二度とこんなとこ来たかねえぜ。院長室を退出する。その直後 D1 は立ち止まり、周囲を見渡す。どうしました?博士、どこだここ?さっきまでの病院じゃねえぞ。くそ、出てきたドアもなくなってる。なんですって?あなたは今しがた院長室を出て廊下にいるところではありませんか。GPS は正常に機能しています。映像にも異常な点は見られません。4階の廊下を映していますよ。あなたからはどのような場所に見えるのですか?ススキだ。地平線まで枯れたススキが一面びっちり生えてる。空には、星がなくてでかい月がある。なあ先生、なんだって院長室のドアがこんなところに繋がってるんだ?俺は本当におかしくなっちまったのか?恐怖で見るにしては少々変わった幻覚ですね。先ほど読んだ資料のせいでしょうか。とにかく、こちらで案内しますので機械へ向かってください。そうしてくれ。ここ、病院の中みたいな嫌な感じはしねえけど、どこを見ても同じ景色な上に風が全く吹かねえし、音がしねえしで病院より気味が悪いんだよ。D1 は指示に従い4階から3階へ階段を降りる。降りたところで突然立ち止まり、周囲を見渡す。あれ?さっきの場所じゃねえ。戻ってこれたのか?いつの間にか病院にいるぞ。GPS 信号は病院の中から発信されていましたからね。幻覚にしちゃリアルだったけどな。くそ、ひたすら歩いてたせいか足の傷が。院長室から階段までの距離は100メートルもないのですが。まあ、痛みや疲労で長く感じられたのでしょう。100メートル、そうか、あれがたったの100メートルか。まあいいや、それより気になることがあってよ。なんでしょう?あの場所からこっちに戻るちょっと前に、突然風が吹いたと思ったら遠くの方になんか見えたんだよ。それも一つや二つじゃない。数えてねえけど多分何百かはいたんじゃねえかな。何がいたのですか?生き物だったと思うぜ。こっちに戻る寸前にそいつらが一斉にこっちを見て。カメラが階段から4階の廊下を映す。数秒後、D1 が突然走って階段を降り始める。D1? どうしたのですか?おい嘘だろ。やっと戻ってこれたってのに。なんでだよ。落ち着いてください。何があったのです?多分さっき見たやつらだ。人じゃねえ。白い。包帯が傷に、なんだこれ、包帯じゃねえのか、あ、足が。激しい衝突音の後、カメラからの映像が途絶える。D1? 映像が途切れました。状況はどうなっていますか?助けてくれ。外から見えないのか?そこら中。音声にノイズが混じり始める。は、博士。飛んでくる。出て。音声が途絶する。D1、応答してください。D1 からの応答はない。数分後、音声と映像が復旧する。博士、聞こえるか ?D1、聞こえています。そちらの状況を報告してください。いや、それが、転んだ勢いで機材が壊れてたみたいだ。でもなんかしばらくしたら治った。今は地下の霊安室にいる。先ほど遭遇したという存在はどうなったのですか?
ああ、あれなら走り回ってる間に逃げ切れたみたいだ。そうですか。通信が途絶している間に何か変わったことは？あらかた見て回ったけど、そういうのは別になかった。博士、もう戻ってもいいか？そうですね。では D1SCP-849JP より帰還してください。了解。いやー、大したことなかったな。D1 が SCP-849JP より帰還する。これにて探査は終了となります。お疲れ様でした。ああ、お疲れ様。ここにはもういたくないね。再生終了。D1 は帰還した際に院長室で採取したススキを所持しておらず、後の再調査の際にも霊的存在や異常実態の存在は確認されませんでした。